北大遺跡1、北大遺跡は、富山県富山市、北大矢座大畑にある、縄文時代中期紅葉を中心とした大規模な集落跡である。1984年1月4日、国史跡に指定された、呉れ葉丘陵の北端にある。過去の調査で、東西280メートル、南北200メートルの範囲に、75棟以上もの縄文時代の縦穴住居跡や、 中央部において4棟以上の高床建物跡などが確認されている。主な遺物としては、縄文土器や土偶、石器、垂れ飾り品、動物依存体、植物依存体などがある。これらの遺物には、縄文時代のものだけでなく、弥生時代や奈良時代、平安時代などのものも含まれる。縄文時代中期における掘った手柱建物跡が確認されたのは、富山県内では、 北大鴨下3遺跡に次いで2例目である。遺跡は現在、富山市北大縄文広場として整備されており、ここで復元された縦穴住居などが見られる。1996年より整備され、1999年にオープンした。広場内にある北大縄文館の館内では、復元された縦穴住居にて、縄文時代の生活紹介や出土品などの展示を行っている。 また、体験工房も併設している。屋外広場には、復元された畳な住居が5棟、高床式倉庫1棟などがある。ありがとうございます。